とりあえず良かったなと思うんですけど、ここからの方が厳しいのでもっと頑張らないといけないなと思いました。いつか一緒に世界選手権に行こうねっていうことは話してたので、それが叶って嬉しいです。結果として2人で優勝できたりメダル取れたりだったら本当最高なんですけど、友香子は初めての立場で挑戦者で、私はオリンピックチャンピオンとして出る大会で、また同じ世界選手権でも違う心境だと思うんで、友香子は自分の力を精一杯出してほしいし、私は優勝しなきゃいけないって思ってます。合宿の初日にずっと肩を痛めたんですけど、そこをまた痛めてしまって、万全の状態ではないんですけど、世界選手権あと2週間ぐらいで始まっちゃうんですけど、それに向けて、なるべくいい状態で臨めたらなと思います。勝ちたい思い、絶対に自分が2020年に向けて金メダルを取るんだというその思いがどれだけ強いかによって、負けた時の悔しさ、その悔しさが悔しいほどやっぱり2020年につながると思いますので、そういう選手に育てたいですね。